はい、どうも、こじきんのこじきんと申します。今回は、えぇ、ー、SC 東京の2020年、えー、シーズン新体制を、まあちょっと適当にね、タサポの視点からね、えー、まあ今年はこうだな、あだな、なんてね、見ていこうかな、なんて思っております。はい。えー、じゃあまずはトップチームスタッフ、監督、けんちゃんこと、長谷川けん誰もけんちゃんって呼んでないわ。長谷川健太。はほいほいほい。そして、高知県 SC 東京 U23 監督は長澤哲さん。 そして、コーチ、アンマーさん、大島さん、佐藤幸彦さん。はまあ、これは継続という感じですかね。入れ替えあったのかななんかずっとこの人たちって印象なんだけど、ずっとってか、ここ最近。あ、マネージャー圏強く、原レオナルド。うーん。まあ、ちょっと、詳しいところはよくわからないんですけれども。 あ、2019シーズンでクラブを離れたスタッフは一人だけみたいですね。ほんとじゃあもう継続そりゃそうだよ。だって、去年最高のチームだもんね、知っただけどそりゃ継続しなきゃもったいないもんな。はい、そして背番号を見ていきましょう。1番小玉強し。2番室や3番森重。4番渡辺剛。し。わー、出世。そりゃそうだよな。日本代表にもな、選ばれてて、そりゃ4番ですよ。 前、何番だっけ ?22 番ぐらいなんかその辺だったよね。うん。それ4番ですよ。素晴らしい。で、5番、庭大輝。あれ、庭ってまだいたの <laughs> あ、今めっちゃ失礼なこと言っちゃった。でもぶっちゃけそんな感じの、ちょっと思っちゃった。ごめん。庭まだいたんですね。あ、6番、小川亮也まあ、太田光介のね、左サイドバック6番という、まあそこの継承ですよね。7番、ミレタヒロータカー。8番、高あ 9番、ディエゴ・オリベイラ。ディー・オリベイラ、かっこいいな。ディー・オリベイラ。はい。そして、東慶悟が10番と。で、11番、長い。で、13、あったの。ああ、まあ、ダイエットン15になりましたね。まあ、なんか、まあ、予想はできたな。で、17番、ナサン、58、橋本。19名だけ。ああ、20番、レアンドロ。はい、はい、はい。なるほど。 うーん、まあ、あと目立ったところで言うと、あ、そんなところか。あれ、あと補強誰したんだ、一体。柳は補強って言う、そんなに言えないしな。まあ、本能とか大学から取ったんだっけ。えー、平川。野沢大使ブランド。いい、すごい名前だな。41番。品田真奈子うん、あれてる四45。木村杉昭。あ バングーナガンでカシーフ。いいね。49番。ルーカスじゃん。カシーフ。ジョアン・オマリがね、えー、あれ今日発表されたんだっけ昨日だっけ昨日だよね。あれ昨日今日だっけすいません。忘れたけど、じゃあジョアン・オマリが入ったってことで、オマリは一体何番になるのでしょうかそうだな。21が空いてるけど、ここは違うか。 25が空いてるぞ。まあ、どこになるか分かりませんけど。まだおわりは番号決まってません。そうだな。エシトキオのまあ目玉補強はやっぱ、アダユウトのレアンドロなのかなうん。日本人で、なんか、本当に即戦力級の選手とったっけユースから上げたりだとかが多いかな まあやっぱエシュトリーはこのディエゴ長いのこのサブのところで、まあサブじゃないか。まあでもアダイオドのレアンドロっていうね攻撃陣がやっぱそう熱くなったんで、もうこれ完全プラスですよね。去年から見て。うん、これ厄介ですね、ほんとね。<laughs> タサポから見ると。ほんと厄介ですね。でもいいチームだからもう、ないやー、これ倒しがやるチームになったな、マジで。 これマジで、しときょ今年優勝あるんじゃねえかな。長谷川健太の3年目ってどうなん、3年目 ?3 年目だっけうん、ってどうなんだろう。いや、優勝しそうだなうん、でもな、マリノスもつめちゃくちゃ補強してきからこれから J1 はほんと格差がね、生まれますね。しゃーない。うん、ダゾンマネーとかね、優勝賞金とかね、結構額がね、大きいんだよね。 はい。というわけでユニフォーム見ていきましょう。バビーンん。あ、なんか動画があったんだ。一応見よう。同じアンブロ、あんまりあ、もう一度。どうかなあ、シャーってやった。イースタンー、ああ、読めない。じゃあ、ああ、やめない。アンブロ。ライス。東京ガス。 ああ、石川だ。コールリーダーやってんの、石川。<laughs> 石川、コールリーダーやってんのスーツで。バリかっこいいじゃん。これが新ユニフォームですね。えー、そうか。<laughs> ああ、ちょっとね、これほんと個人的な好みが出ちゃって。 かなちょっとね、あ個人的にはあんまこういうユニフォーム好きじゃねえな。あ <laughs>、ないかなそっか。えし東京ね、2年前のユニフォームが好きなんですよね。縦島か。なるほど。まあ、シンプルだね、ほんとに。ああ、超シンプル。まあ、そうだなー。ああ、カソックスなんだ。 マイシトキアの伝統なのかなあー結構。あ、何このセカンドインホーム。なんか鮭の皮みたいな <laughs> デザインじゃない何これどういうデザインなのピンドットを採用してる。へえ。ー。あ、なんかスパンコールみたいな。あまあ全体的に見たらかっこいいな、ウェインホームは。キーパーはあー、まああ、キーパーはまあ。 ああと、あ、やべえ、なんか <laughs>、あら、あんまりちょっと、僕ー、個人的には、あんまりシートきのユニフォー,ー,ームがちょっとたまりませんね。このアンブロのこの柄なんかやだな。そっか。うーん。まあ、黒もあるんだね。サードユニフォームで。アフォントもちゃんとあると。これが J1 用ってことは、やっぱりちゃん、ACL 用もあるんだ。えー、ACL? あーまあ、ま、確かに、ああ、柄がちょっと違いますね。縦じま、単なる縦じまじゃなくて。あ、こっちの方がかっこいいな。うん。ACL の方がかっこいいな。な、ACL の方がかっこいいな。うん。ま、あただあれだね。シートときやっぱチームカラーが明るい青と明るい赤なので、どうしてもなんか、そうだな。なんて言ったらいいんだろう。ポップに見えすぎちゃうところはあるな、ね。ま、あそれがいいんだろうけどね。すごい明るくて。 なんかユニフォームでも結構個人的にね、シックなのが好きなんで。あ、あべユニフォームかっこいいっすね。シンプルでね。シンプルでかっこいいパターンで。あ、でも肩のところなんかアンブルの変な柄になっちゃってるわ。んなんかよりよりじゃない <laughs> 選択したこれちゃんと。そっか。うーんー。あ、本当面白いですね。変わった本当だ。そっか。 まあーなんか個人的にちょっとユニフォームがハマらなかったなー。そっかー。<laughs> そっかー。ピンドットストライプ。ああ、今回はドットにこだわってるんですねー。なるほど。うーん。まあいろいろ好みがあると思うんでね。好きな方もいるでしょう。はい。ちょっと自分はハマらなかったってだけで。 はい。というわけで、まあ、エシュートキアのね、新体制やら、ユニフォームやら見てきましたが、今年のエシュートキア強えぞ、絶対。だって、監督がまずもう、なんだろう、チームの素材をね、活かせる選手、選手やね、監督で。なおかつ、やっぱ、外国人二人、J リーグでもうね、もう圧倒的に力を発揮できるような選手が来ましたんで。でそれに加えて、やっぱね、レンタルで出してる選手も戻したりして、 で、あとやっぱ若手のタイト矢島貴一やら原太一やら。この辺がですね、成長を見せてくれるとね、面白いですよね。平川なんかもいます。はい。で、アルトゥールシルバーなんかもね、終盤戦良かったですから、この辺もまた、絡んできたら面白いチームになってくるし、ACL も戦うような選手層になってきたんじゃないでしょうかね。去年のね、メンバーだけだとちょっと ACL 戦うの難しいなと思ったけど、やっぱ上安オマリンも来ましたし。 うん。層が厚くなりました。これは競争が過激化しますね。はい。ゴールキーパーもね、旗のなんかもね、ポテンシャルあるんで、ぜひね、林からスタメンを奪ってほしいなっていうところもあります、ね。はい。えー、以上、手動協の、えー、身体態を適当に見てみました。はい。ありがとうございました。